崎凛香ですよ。配信の準備してる途中でみなぎ寝ちゃって、 YouTube 上で軽快なトークを繰り広げる県内在住の VTuber みなぎ凛香さん、4月から雑談やゲーム配信などを行っています。みなぎさんのような VTuber は現在国内に1万6000人以上。この VTuber たちに世界中で夢中になる人も多いと言われています。それでは私も実際に VTuber さんと話してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なぜ VTuber になろうと思ったんでしょうか？ VTuber さんがすごく好きで、みなぎは憧れてしまったから。たくさんの VTuber さんを見ていて、みなぎもこういう楽しい企画とか、みんなとおしゃべりしたいなってこう見ているうちにふつふつと思った。 VTuber の魅力っていうのはどういうところになりますでしょうか？福井県以外でも、もう全国のたくさんの方たちとお話ができることじゃないかなと思います。県内でも増えつつある VTuber、 この人気にいち早く目をつけたのが堺市にある IT ベンチャー企業グロー。急成長している市場とインターネット上で利用者が交流できる仮想空間メタバースへの将来的な参入を視野に、4月から VTuber を発掘育成するプロダクション事業をスタートしました。この福井県でもクリエイターの方がたくさんこういらっしゃるっていうことを、まあ、聞きましてですね、この人たちと一緒に YouTube というプラットフォームを使って全世界に配信できるというコンテンツ、それがVTube、VTuber、福井県をですね、盛り上げていくという思いを込めて、この企業、会社を立ち上げました。グローには現在5人の女性 VTuber がいます。5人は仮想空間の学校の中に在籍する設定で、売れるタレントになるため3年間活動していきます。グローはVTuber の CG キャラクター制作から配信に関する技術的な補助、配信内容の企画立案までサポートし、3年を終えた後はそのままグローに所属し活動することや、他の事務所への移籍など丁寧にフォローしていくとしています。 VTuber となる人をですね、マネジメントする VTuber を育てて、で3年間ですね、きちんと教育をしてコンプライアンスを遵守しながら全員を活躍させる。 VTuber が扮する二次元キャラクターのデザインや滑らかな動きをつける作業も県内在住クリエイターが手がけています。絵を完成させる立ち絵という部分から、実際に絵を動かすまたモデリングという技術、そして、中に入っているタレント、この3社ですね、全員が、福井県出身というところで、よりこの福井県を PR してですね、世界に発信できるというところを、強く推しているところでございます。 VTuber 育成事業で目指すのは収益化です。 YouTube ではチャンネル登録者数が1000人以上で、かつ動画の合計再生時間が4000時間以上をクリアすると広告収入が得られますが、グローに所属する5人の現在の登録者数はそれぞれ50人から200人ほどと道半ばです。少しずつですが、毎日の配信を通じて、皆さんの応援のですね、気持ちをいただきながらチャンネル登録を増やしていって積み上げていく、その地道な活動なんですが、地元企業の企業さんとコラボしたりですとか、例えば YouTube の中でですね、あらゆる広告を打ち出していくとかという工夫を少しずつ今行っているところですので、 VTuber は顔を隠すということができますので、そういったリスクをなくしながら自分の好きなこと、夢を挑戦できるので、
活動の幅がどんどん広がってきている VTuber。 県内でも企業や自治体の情報発信などで目にする機会も増えていきそうです。いやー、これからは VTuber の時代ですか。やってきているんです ね全く別の世界で、もう年齢や性別も関係なく、もうなりたい自分になれる、そうなんですよ。やりたいことは何でも挑戦できるってすごいですよね。そこが魅力ということで、自由に表現できると、あとはまあクリエイターもタレントもオール福井ということですので、この仮想空間で活躍する福井初の VTuber、どんどん世界に福井の、ね、魅力を発信していってほしいですよね。はい。